は法華経大の第3回目ですね、はい、今日はですねちょっとですね重要なことを言いますと、はい、それはですね悟りには4段階あります4段階4段階ありますねこれよくですね太古の昔から言われていることですけど悟りが4段階ありますとでシャーカム如来の教えもですねこれに沿ってですねあの法華経はお話しされているんですよでこれをいろんな説明の仕方があるんですけども えー、今回はですね「えー、億度」っていう考え方で、えー、お話しますと3,000億度あと3,000億度が無限に集まって一仏国度でこの一仏国度が無限に集まって無限億度そしてこの無限億度が無限に集まって全創造世界っていうふうにこれをお話しますねえっ、ー、とまあこれこのんで4段階あるかっていうとこれ簡単なんですよ あの物理学でいうですね4つの力って皆さんご存知ですか物理学でいう4つの力、えー、要するに存在はですね4つの力でできているとその4つの力って何かっていうと上から言うと重力で,で弱い相互作用それと電磁気力そして強い相互作用ですねこの4つの力のことをですねあの悟りの4段階って言うんですよ でこれあの天台書なんかだと4つの空とか言うんですよ要するにこれ、えー、時間と空間を超えた世界っていうのはもう何もないわけですよねですからそこにはもう、えー、段階も人間では認識できないんですけど4つの力があるとそれが4つの空の中にある4つの力でありそれは物理学でいう重力弱い相互作用電磁気力強い相互作用でありそれは仏教でいう一番下が三千世界 で、その三千世界が無限に集まると一仏国道。そしてこの一仏国道が無限に集まると無限国道。で、この無限国道が無限に集まると全創造世界っていう。で、これもう少しまた別な言葉で言うと、一三千世界っていうのは八次元のことなんですよ。八次元が一三千世界で、この八次元の一三千世界っていうのは、あなたの一人いますよね。このあなた一人の人間から派生してる無限の え平行のことなんですよあなたこれあのハイゼンベルグとシュレディンガーの話で有名なんですけどシュレディンガーはえー何もない状態があらゆる情報が集結した状態であるとだけどその状態だとそれを観察するものもいないじゃないかとじゃあしょうがないじゃないかとそれでハイゼンベルグという人がこの何もない状態の中に一つの位置が 確定しなななけれればそこかかから何かを見いいじゃないかっていうこれがですね不確定性原理っていってこのハイゼンベルグとシュレディングーが言ったシュレディングーン言った何もない状態っていうのは8次元の何もなない状態なんですよこれ強い相互作用の何もない状態でこの何もない状態の中にあなたという一つの位置が決まるとそうすると時間と空間っていうのがあなたを囲むわけですよね。 そうするとその中にあなたを中心とした無限の平行宇宙が存在するんですよ。だけどあなたは今いるその瞬間からどこに行くかとかっていうのは無限パターンあるわけですね。これが平行宇宙なんですよ。これ不確定な可能性の世界でしかこの世界はないっていうこれ量子力学のですね基本的考え方なんですよ。これが3000億度なんですよ。3000億度。分かりますあなたっていう1人の位置が決まってその間に時間と空間があると。 ここは要するに138億年の宇宙の中の時間と空間の位置なんですよ。あなたがいる。そこからあなたがだからこれからですね、あの外に遊びに行くか、テレビをつけて見るか、本を読むかとは、それはあなたが選べるわけですよね。ですからあなたが何をやるかっていうのは可能性なんですよ。ですからこれがですね、えー、あなた一人の主体を中心とした三千世界なんですよ。で、この三千世界が無限に集まると三千億の、これ、九次元なんですよ。 これ9次元って仏国土では仏国国でではにいるんですよもうこれ下脱してですね誓いを立てた人ですねビッグバンを起こして他の世界に生まれ変わってそこでも法華経を勉強しますとここまで行った人が九、えー、次元の仏国土に行って電磁気力ですよ自由自在に電磁気力を発生させてですねいろんなものになるんですよあそぎ世界って分かりますねあそぎってあの数の単位でもあるんですよ うぎとかよじゃなってお釈迦さんもよく使いますけどもうほとんど無限ですね一朝一なんとかなんとかってもう遊戯夜じゃなってあるんですよはいでこのうぎ世界っていうのが九次元が行ける、えー、三千世,世界無限に集まった一仏国土から行ける何でもなれるっていう状態でこのうぎ世界の中においては法華経由で有名なフレーズありますよね大政、えー、のもの乱政のもの足のいっぱいのもの足のいっぱい なないいいいいももものののののああとと意意識識るるっぱ要するに何にもないですよ宇宙人にもなれるしあのいっぱいタコみたいにこう足がいっぱい入ったなんかクラゲみたいな宇宙人にもなれるしあと普通の人間の姿にもなれるし意識のあるものにもなれるし意識のないものにもなれるし多足のもの多足でないものあと卵から生まれるものあと体から生まれるものもうどんなパターンにもなれるといろんなキャラになれるとでそのキャラ一人一人から派生してるのが三千世界なんですよ。 無限の可能性でそれが集合したのが次元の仏国道何にでもなれるしどこにでも行けるしっていう世界この全能の力ですねでこの全能の力は何で持ったかっいたらあなたが過去で、えー、どこかの世界に生まれた時に、えー、如来の弟子になってそして下落させてもらって九次元に登ってそこで必ず生まれ変わってこの法華経を学びます力を立てたんですよ。ですからあなたは無限の 三千億度のどこにででも行けるんですよこれがですねあのスーパー大菩薩、えー、九次元の仏国度ですね。ここが九次元で仏国度ってことなんですよ。はいで。まずこの状態を目指すんです。ですからこの状態を目指すために九次元の状態を目指すためにどうしたらいいかって言ったらどこかで必ず如来を見つけてその人の弟子になってそして下脱をさせてもらうと。そして次に生まれ変わった時に。 必ずビッグマンを起こしてその世界の如来の第五の教えである法華経に気がついてそれを読んで学びますとこの誓いをですねこの世界で立てるとあなたは仏国土に戻って今度次にビッグマンを起こしてその世界に行くんですよそうするとまたその世界に法華経とはまた別の名前で第五の教えがあるんですよ別の如来のそうするとそれを読むとですねあ自分は過去にすでにもう仏国土に入っているとそれは何でかっていうと過去の如来に、えー、下脱させてもらってその人の教えを、えー 生まれ変わってビッグバックをしてその世界で広いますで誓いを出したから仏鉱、えー、土に生まれ変われるにもかかわらずそっちの世界に行って今学んでるっていうことを思い出すんですよはいだから釈迦とかキリストみたいな如来のもとに行って弟子になって帰依して下脱させてもらってその教えの無限の伝道を誓うっていうこういうですね、えー、一生が成り立つんですよだから釈迦とキリストってのはそれをやった人なんですよ弟子を取って下脱させて仏鉱土にやって生まれ変わらせて別な世界で 保険を学ばせるとじゃあその世界で保険表を学ぶとその次はどうなるかと今4段階であると二2段階まで話しましたね8次元9次元っていうじゃあ今度10次元11次元って何か弱い相互作用でつながった世界さらにはその弱い相互作用でつながった世界が無限にある創造世界ですねこれを作るのが3次元に降りてきたそしてこれを悟った全て理解した如来がやる作業なんですよ わかりましたここについてはですねあのまた別な機会のお話します4段階あると今2段階まで来ましてねで2段階目に上がるためにはどこかの世界で如来の弟子になって下スさせてもらうたてですよで誓わないとですからあなたの世界に、えーまあ、スーパー大菩薩か如来がいたと思ったらその人のとこに行ってもう一切忘れてですね弟子になって帰依して下スさせてもらって法華経の永遠の 永遠の伝道を誓うと他の世界に生まれ変わってはやりますとこれを誓うのは誓わせるのが如来の人生なんですよでこれを誓うといよいよあなたもスーパー大菩薩で、えー、次の人生からビッグマンを起こして、えー、8回生まれ変わる以内に如来になるっていうこのですね不賢行が始まるんですよはい分かったでしょうか4段階の今2段階まで詳しく言いましたねはい今日はよろですどうも